宮城新寿司談義、皆さんこんにちは。ナビゲーターの相澤直哉です。セカンドシーズン第8回目は気仙沼ゆう寿司バイパス店にお邪魔いたします。3ヶ月ぶりの気仙沼です。今日は何がいただけるでしょうか。それでは行ってきます。はい、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゆう寿司バイパス店の加藤正幸さん、はい、そして息子さんの浅野くん、はい、いいですね、この親子高、はい、素晴らしい。ゆうさんは何代目？一応、原則3代目3代目、じゃあもう浅野くんの4代目になる。はい、素晴らしい、この親子高はね、気仙沼の寿司業界の星ということで、私ありがとうございます。何回、はい、ありがとうございます。3ヶ月前に、はい、気仙沼お邪魔したばっかりなんですけども、前回は真夏だったんですけどね、はい、今は季節的には秋から冬にあげるということで、今日は何をご馳走されるんでしょうか。そうですね、一応気仙沼の冬の味覚と、あとは冬に美味しいネタをおまかせという形で、冬のおまかせ握りを、冬のおまかせ握りって名前いいですね。はい、準備しました。いいですね。気仙沼といえばね、サンマだったりカツオだったり、それからフカヒレだったり、とにかく美味しいものが山のようにありまして、三重県でもある意味寿司屋にはとってはもう一番パラダイス的な ね、戦国のような、もう食材の宝庫ですから。食材の宝庫ですけどね、はい、今日はどんなお寿司がいただけるのか楽しみにします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、小鉢がですね、これ湯豆腐に、気仙沼の、はい、メカブですね、刻みメカブ、おしゃれですね。小鉢が必ず小鉢作るんですか。はい、その日ぐらい、その日のおすすめで、うん、そうですか、はい、うん、美味しい。これはだんだんね、寒くなってきましたから、冷ややっこじゃなくてこの湯豆腐っていうのもまたいいですね。やっぱり夏場とかね、あったかい時は冷ややっこみたいに、うん、このメカブうまいよ、これ普通にご飯にかけてそうで、何千でも食べれますね。もうこれだけでもいい食材、ね、ご飯のお供になりますからね。これも気仙沼の、はい、地元の。ゆうさんとも長いお付き合いになりましたね。青年部立ち上げた当初からがもう20何年ですかね。いや、もっとですか。もっと25年ぐらいになるかな。なるかな。はい、じゃあこちらいきます。はい、ありがとうございます。これは最初はなめたがれですね。なめたがれの宮城といえばなめた。そうなんです、県県はね、お正月になめたがれを、煮て食べる、はい、昔からの、風習があるんですが、縁起物ですから、ね、うん、これは生。そうです。はぁ、実は初めてですね、生の。では早速いただきます。はい、うん、肉厚でプリプリとしてるし、やっぱりこの時期なんで脂も乗るんです。はいはい、いや、うまいですね。はい、はぁ、だから普通やっぱり同じような形だと火種あるんですけど、火種はもう日本全国どこでも食べれるんですよ。でもなめたがれといえばやっぱり全然違いますね。はい、もっとゆっくり食べればいいかと。だからもうあともう何ヶ月かで、原罰来ますからね、はいはい、そうすると年越しには必ずなめたがれの、なめたがれね、うちはね、僕も好きなんでますけども、おじいちゃんがね、もう随分前に亡くなりましたけど、なめたがれを煮ててれて、それがとても美味しくてね。はい、じゃあ島味ね。島味、はい、いただきます。島味大好きです。同じ白身でもなめたがれとは全く違って、そうですね、うん、やっぱりこっちの方がどっちかって脂が乗るので、はい、やっぱり冬になればなるほど脂が乗ってきますから、うん、島味もおすすめです。シャリの大きさもちょうどいいですね。あ、ありがとうございます。大きすぎず小さすぎず、うん、一応食べる方によってちょっとこう、はい、ある程度、そうですか、はい、調整します。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。牡蠣の煮、はい、いいですね。これ何か味がついてるんですか。そうです、上から味噌をかけまして、あさってあります。もう押さえつけないでこのまま、はい、ちょっと食べる時には熱いんでちょっと気をつけて。わかりました。大好きでね、はい、このままいただきます。こちらは大島さんの牡蠣です。これはうまいわ。はい、湯生じゃなくて一度酒蒸しでお酒でボイルするんですよ。ほんとうまい。はい、もう1個お願いします。ほんと美味しいです。はい、この味噌がね、
何味噌ですか。これ甘味噌ですね。甘味噌。甘味噌に少しネギを足して、うん、はいはい、はい、自家製の、はい、で少し硬くなるのでそれは少しみりんで溶いて、いや牡蠣のねこの旨味をねこのより引き出すこの味噌最高ですね。マルキーこの生だとやっぱり生食べれない人もいるんですけど、はいはい、まあ、それをこう、まあ、酒湯で酒蒸しするので、うんうん、いろんな方に食べてもらえる、うん、気仙沼何食べてもうまいですね。やっぱり今さっき言ったその冬の味覚なんで、はい、でちょっといきます。はい、綺麗な中トロですね。これどちらから。じゃあ残念ながら豊洲から。豊洲から。いやいや、ね、安定のうまさでございます、はい、まあ、マグロも、まあ、日によってはその東坊の取り入れたりもしますし、まあ、本マグロだけじゃなくて、メバチマグロも、うん、そうですか、はい、まあ、気仙沼というとね、あのメカジキが有名ですけど、はい、出てくるのかな、メカジキは。そうですね、あの後でお楽しみにしていただければ。はい、じゃあこちら。はい、わきました。いただきます。このもう見ただけでもこれは間違いないですね。まあ、マグロもやっぱ冬になればなるほど脂が美味しくなりますし、うん、まあ、でも残念ながら大トロが主役ではないんです、うん、はい、まあ、先ほどね、牡蠣も一応主役級の上からなんですけどね。いや、やっぱさすが大トロ、はい、ありがとうございます、ね、はい、じゃあ次行きます。はい、はい、いただきます。メカジキの炙り漬けになります。来ましたね、メカジキ、はい、炙ってあるんですね、はい、これは味は、はい、味ってますんで、そのままで大丈夫です。メカジキですよ。なんか炙ると全く違うね。はい、そうですね、うん、だから魚のようで魚じゃない、なんかね、そうなんですよ。なんかね、なんていうか食感がこう、なんだろう、お肉食べてるのがこう、ハムを食べてるような、なんていう意味だろうな、はい、で、うん、炙るときもやっぱりその部位によってやっぱり食感も変わってくるので、はいはい、今のやつはあのトロの部分ですね。トロの部分、はい、メカジキといえば、まあ、メカといえば気仙沼が水揚げ日本一なので、うん、すごいね、やっぱ気仙沼は、うん、でも懐の広さって言いますかね。今ちょっと前に某朝ドラのヒロイン、はい、メカジキのハーブジキが大好きで、はい、気仙沼でいっぱい食べたって言ってましたから、あのヒロイン、はい、はい、はい、ありがとうございます。白子の部位ですね。こちら、ウニとイクラで来ました、軍艦3種類、はい、はい、白子はこれは味付いてるんですか。こちらはお醤油をタイプつけていただいて、はい、ちょっと軍艦のこの割をかけがある、はい、白子も美味しいですよね、はい、やっぱり冬のね、やっぱりその主役級がやっぱりマダラの白子が、うん、まあ、こっちがタラキクなんて言いますけどね、はい、うん、はい、ちょっとこの彩りが美しいですね。この柚子ですか、これは。そうです ね、これも気仙沼の大島で取った柚子。大島というか柚子ってね、はい、今日ね、大島ちょっと行ってきたんですよ。以前はね、その気仙沼の大島の柚子って北限だったんだけど、うん、やっぱり温暖化になってきたのか、うん、北限がちょっとこう北の方にずれてしまったので、そしてウニとイクラですが、はい、ウニは北海道です、はい、イクラはですね、各地から集めてもらって、うん、あの業者さんの方で作ってもらうんですけど、はい、1年分まとめて作ってもらうので、うん、この味はうちでしか食べれないです。まとめ買いします、1年分、はい、言い切りましたね、はい、そうですか、北海道のウニとゆずさんしか食べられないイクラ、ね、今ねあのニュースになってますけど、北海道のウニがちょっと大変な状況で、そうですね、これからねウニがもしかしたら、はい、なかなか食べられなくなっちゃうかもしれません。はい、うん、今年のまたね、年末に向けて値段がどうなるかによって、はい、そうなんですよ、もう、はい、お寿司屋さん泣かせというか、大変なんですよ、寿司屋さん、本当に、はい、1人前のね、定番のメニューに、うん、ウニが入らないっていうのもちょっとね、はい、出てくる可能性もあります。でもやっぱりウニ入んないとね、そう、上とか特上に見れないっていうのが、うん、はい、どうぞ。あんま、あの寿司談義を見てね、新寿司談義を見て、友達が一番好きなネタは2位でしょう、ね、ユウさん一番好きなネタは何ですか。まだもね、
です。あ、アナゴ。あ、そうか。最近イクラが好きですよね。あ、イクラが好き。まあでもこのイクラしか食べれないんですけど。まず粒から。やっぱ自分のところの味っていうのがね、はい、ありますからね。はい、極限にあの、臭みを取ってあります。はい。見てください、宝石みたいですよ。はい、キラキラして。シャワーですね。だからお客さんによって、うん、このいくらしか食べれないってお客さんもいる。なるほど、はい、さっき麻人くんが言い切っただけのあるそうですね、うまさですね、これは。ありがとうございます。うん、やっぱり子供の言うことって正直じゃないですか。はい、なのでそういうのってやっぱりこう我々の商売のこう本当の励みになる、はい、のがまた何やら、はい、最後の一貫で最後ですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。気仙沼からくわさんのアナゴでございます。こちらは大体魚体が 800g から 1kg ある、うん、あのアナゴを使っていますね。はい、で一本一本煮上がった後に丁寧に骨取ってあるので、うん、そのまま食べていただいても大丈夫でございます。はい、じゃあ、はい、これはなんかもう持っただけでこれふわふわですよ、これ。いただきます。これはやばいやつですね、これ。はい、でお吸い物来ましたけど、これは中に入っているのは、まあ、一応あの今一番おいしい平竹、あとはそうめんですね。そうめんね、はい、なんかこれ麩もかわいいですね。まあ、一応かみさんが考えていろいろ、やっぱりちょっとやっぱりあの女性のこうなんて感覚っていうのは本当こういうの素晴らしいですね。はい、なかなか男ではね、そこの職人にはこういうセンスって出てこないでしょ。もう私では組み合いつかないもん。粗汁でも飲んだけみたいな。粗汁も美味しいんだけど。できます。まあエビの頭でね、十分じゃないかって。あ、美味しい。これもおかみさん美味しいです。もう本当に何食べても美味しいです。あ、いえいえ、ありがとうございます。まあね、牡蠣とね、でもね、鼻をあと、お考えちょっと食べたけど、本当でも美味しかった。はい、ゆうさんはこう、あれですよね、高速からとても近いんで、はい、いいですよね。そうですね。うん。天沼の中央インターで降りて、はい、まあ、大体2、3分で来れますから。うん、まあね、10年前は本当大変な被害でね、はい、本当ね、あの、まあ、こちらにお店を移す前からの付き合いで、このお店を作る時もお邪魔をして、はい、一緒に撮った写真がね、残ってますけどね。もう8年ぐらいですか。そうですね、開店して丸8年目に突入しましたね。牡蠣とかはそれこそモネの実家から、うん、あ、はいはいはい、あ、そうなんだ、はい、山陽水産さん、山陽さんうちの親戚なんですか。親戚なんですか。うちの神さんのお母さんの実家なんで。